ここにはいない。ここにもいない。あのロボットどこにいるのかな。ラジャ、まさか他の場所に行ったとか。もう一つ可能性がある。もしかしたらもう。私がそう望めばそれができる。もう震えどこだ。この程度。私がそう望めばそれができる。私は死ぬ。どこへ行く。まずい。そろそろ痛めもんとあがいて。真実で虚妄を作り、矛盾で意義を反転させる。かつてない壮大な演出。でも今回探してるのは君じゃない。ごめんね。こんなに時間が経ったのに君は何も変わらないように見える。それもそうか、君だもの。ここがどんな風に変わっても君は変わらない。ほう、思った通りだ。うん、昔と同じように相手が気づく前に急に現れるんだね。昔話は後にしよう。君がここに来たという事実は私の予想が的中したことを証明している。君の執念はあの日と同じように深いようだ。その執念が昨日誕生したばかりの金属物、不規則な球体を探すように君を駆り立てている。不完全な願いを実現させるために君を動かしているんだ。そうだね。それは彼女が残した遺憾だってきちんと理解しているんだ。でも私たちは過去は変えられなくても、最後の瞬間が来る前にその感情をできるだけ補うようにすることができるでしょ。ああ、だからそれは君の遺憾でもある。もしかしたらこの行動が形勢を逆転させるきっかけになるかもしれないし。ロボットを使い武装カード修復の近道を探す。いい考えだが残念だ。あのロボットは生徒の訓練に忙しい。生徒。彼女が今でも頑張ってるとは思いもしなかった。少し感服してしまうよ。それで君はこれからどうするの？機械の修復は君の得意分野じゃない。確かにそうだけど、幸い多少なりとも理解はあるよ。甘く見ないで。これでも一応ビルビーの一人だもの。みんなと比べたら才能は劣っているだろうけど、だけど私はみんなを信じてるし、自分自身のことも信じてるから。そっくりだ。あやつの返答も君と同じだった。今という状況で武装カードを完全に修復するなら、おそらくあの場所に行くしかないと思う。
そうだね。では、君の時間を邪魔しないでおくよ。待って。一つ質問がある。君がここに来たのは、私に別れを告げるためだったの？もちろん違う。再会のためだよ。やあ、来たんだね。君もいたんだ。どれくらいここにいたの？学者から情報をもらってすぐここに来たんだ。でも残念ながら専門家の操作システムがあまりにも複雑だったから、今ようやく理解できたところだよ。同じ工事部門とはいえ、やっぱりそれぞれの得意分野がある。そうだ、少し休んでお菓子を食べたらどうかな。この操作台を起動するにはもう少し時間がかかるんだ。ふぅ、私たちがうるさいからって専門家はいつも一人で作業してたからね。そうじゃなかったら今こんな面倒なことになっていなかったのに。そういえば遠い昔のことを思い出したんだけど、覚えてる？あの時専門家がすごく怒ってて。ああ、なんとなく覚えてるよ。工房がめちゃくちゃになった時のことでしょ？そうそう。ちょっとした事故があって、私は本来眠ってるはずの時間に急に起こされたんだ。我に帰った時、私は工房の中にいて、目の前は一面の赤。1100の機械がアラートを出してて、わお、それはかなり刺激的だね。私はできるだけ専門家の図面を探して、何があったか、何か挽回できることはないか把握しようとした。でも君も専門家の癖を知ってるでしょ。結局得られた収穫は何もなかった。だから自分の直感を頼りにボタンを押しまくってみたんだけど、そのせいで工房がめちゃくちゃになったんだ。道理で専門家があんなに怒って、メッセージボードに数十ページにも及ぶ工房の安全管理ルールを書いたわけだ。その後は？その後はもちろん全力で謝ったよ。そもそも私が悪かったから。でもあれから専門家は作業日誌を書くようになったよ。なるほど、あの頃から始まったんだ。え？あの頃から私がほとんどの作業を専門家に押し付けてたって彼女に気づかれたのか。道理でだんだん騙せなくなったわけだね。さて、作業台の準備は終わった。いつでも始められるよ。準備はいい？もちろん。魔術師のカード、百味のレシピ、学者の予言、専門家の図面、それから私の全部。忘れるところだった。あと私のサインも。はい、これがプロセス修復の最後の一歩になるはずだね。ミスがないといいんだけど。私の操作に何か問題があったの？いや、君の問題じゃないと思う。勝手に入ってきた訪問者、つまり私たちはいつでも奴に気づかれる可能性があるってことだ。そう来たんだ。ふむ、ちょうどいい。武装カードの最初の被験者になってもらおうじゃないか。私は修復システムの正常稼働を死守する。
残りの演出は君に任せるよ。ここの警戒レベルにしては私がそう望めばそれができる。私は真実の悲鳴を上げて私がそう望めばそれができる。そろそろじゃあもっと悲鳴を上げて。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。どこへ行くこの程度。私がそう望めばそれができる。私がそう望めばそれができる。もっとあがいて。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。私がそう望めばそれができる。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。悲鳴を上げて。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。よっと。私は真実で悲鳴を上げて。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。真実で虚妄を作り矛盾で意義を反転させる。私がそう望めばそれができる。まだ終わってないよ。今こそ幕を下ろすとき歓声を上げたまえ。私がそう望めばそれができる。やっぱりこっちだね。もう震えてる。もっと悲鳴を上げて。意外とうまくいった。これで講師が完成させられなかった天才の最後の作品武装カードの修復が完了したね。彼女が見たらきっと喜ぶはずだ。いろんな角度から見て奇跡と呼べるわけだし。そうだね。さて、君がやりたいと思っていたことの一つが形になったよ。そんな顔しないで、笑ってみて、ね。まだ祝杯をあげる時じゃないけど、少なくとも目標達成の喜びを感じさせてよ。わかった。じゃあ、ここの配置を少し変えてみよう。これで少しはマシになったかな。いいね。少しお祝いの雰囲気が出てきた。アフタヌーンティーのお菓子も用意しようか。遠慮するよ。アフタヌーンティーを始める前に君に教えたいことがある。多分君はもう知ってると思うけど。奴に関することだよね。その通り。ごめんね、悪人を犠牲にしこんなリスクのある冒険をして。君の気持ちは理解できるよ。同じように彼女の反逆も理解できる。少なくともビルビーを生かすための
唯一の方法だったから。待って、君まさか。おや、やっぱり自分自身はごまかせないんだね。うん、最初から彼女は全力でビルビーを生かすって信じてた。そして君が呼び起こされることもね。君ならきっと悪人と侵食の律者の認知の資格で生き残り、抜け出す計画を考えてくれるはずだから。それが私の最後の式だよ。計画といってもまだ詳細が決まってない部分がたくさんある。私はみんなの中で一番普通の存在なのに、私の力だけで本当にできるのかな。君ったら何を考えてるの。君は一人じゃないでしょ。忘れないで、私たちはずっと君のそばにいる。君が望めばできるんだ。今のようにね。違う？君はいつだって簡単に他人になれる。計画を話し合って対策を作ることもね。どう？少し気が楽になった？うん。さて、これからのことは君に頼んだよ。まだ用事があるから私は先に失礼するよ。じゃあまたね。最適なタイミングを見つけるために少女は待っていた。時間つぶしに物語を作り始めるほどに長く待っていた。彼女は挨拶の仕方を何種類も考えた。あのライデン・メイという名の女の子が現れた時、彼女は相手にこう話しかけようと決めた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして？さて、物語はここでおしまい。どうだった？そうだね。脚本家としての才能はあまりないみたいだ。何かを待ってる時はいつも時間の流れが遅く感じる。気づいたら昔のことをたくさん思い出してしまった。もし未来で誰かがこの記憶を目にしたら困惑するのかな。劣等感と自負心、真剣さと情熱さ、私たちの間には矛盾があり対立もある。